はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の予防大使、ウィズパークピット、川中島の合戦シナリオの、浅井長政編第7話になります。はい。では、同盟の方を結ぶ使者を送ったんで、あと、ここも、あれじゃないな、同盟しておいていいやん、多分。で、上杉さんは、交渉で、できないんだよね。同盟結びたいんだけどね。これどうしようかね。あと90日でしょ ?94 日。90ヶ月だと、一挙起きるよね。諦めよう、ここも。うん。じゃあ、こうはしよう。まあ、こことここを取ったっていうだけで、いいね。ここあれか。危険だな、こいつに持たしとくの。うちらこうはし、それを囲っといてあげないと危険だよね。どっかに逃がすか。旋風命令で、こいつを、ここあたりに逃がす?ここあたりに逃がせば、で、ちっとは、マシになりそうだよね。それか、ここに逃がせば、ここに逃がして、遠隔でパーッと行けば、一応これも足利さんも潰すのにいいし。こっち。どうだろうね。どっちに行こうか悩むね。ここに行ってなんか足利さんに攻められちゃうのもなんかかわいそうだよね。そして攻める、こっちにしようか。ここと交換してあげようか。この志、必ずや果たす。ここなら、ね、うん。いいんじゃないのかな?うん。一応何かあった時にも、助けてあげることもできるし、ここら辺だったらね。うん。問題ないね。じゃあこんな感じでね、進めていこうかな。うん。あとは、取引を行いましょう。兵糧も買わなくていいか。6000あればね、とりあえず。建築で、あれですね、発展しよう。は。かしこまりました。4箇所しか持ってないんだけどね、漁村ね。かしこまりました。まあ4箇所でも一応毎月、ちょこっと入るってことを思えばね。うん、いいかな。じゃあ進めていきます。もう9月まで多分戦争できないと思っておいた方がいいですからね、これね。報告します。先月の収支です。これより表情を始める。対名欲しいね。軍事対名でいいかな?いや、論議も取っとこうか。52、47、こんな感じかな。表情を終わります。攻めの極意、取っていいかな。サラサラ。農兵徴用会。いや、それは、防衛アップがあるからいい。とりあえず論議。これ取っとこうか。こっちはどんな子、指揮低下中。いい、いらない、こっちでいいな。ご命令を。はい、したらじゃあ、ここを母兵しようか。母兵、ああ、母兵と。この母兵と。かしこまりました。開発で。
ここら辺馬なんか全部全撤去で、準検場建てよう。はっ。かしこまった。はっ。準検場建てておけば、これでもこの辺が一体は多分勝てると思うんだよね。ここのお城欲しかったんだよね、もともとね。うん。なので、よかったかな。で、ここは、2万1000。この防御施設建てようか。かしこまりました。はっ。で、ここがだいぶ、軽く、攻め込まれても軽く当たれるようになるかな、というところですね。はい。で、発展でどうしようか。兵糧欲しいからこの辺で。承知いたしました。承知。承知いたしました。承知いたしました。はっ。はっ。はっ。かしこまりました。で、あとは、ここは、あんま関係ないね。ここら辺で農業、農業。はい。ここもいらないんだよね。もう撤去しちゃっていいね、撤去。あ、で、ここはあれだ、発展しよう、ここ。ここも発展させとこう。こんなところかな。これで今川さん、ここ、あ、ここはあれか。家康軍か、ここは。うん。ここでパッと一発目当たれば、勝てるね。はい。では、こんな感じで、商業？商業進められるかな？進められるね。お金がなくて進められないね。はい。では進めていきます。報告します。先月の収支です。ご命令を。商業取ってなかったんだよね。商業取ろう。かしこまった。取引を行いましょう。兵糧ちょっと買おう。ありがとうございました。じゃあこんな感じで8月まで待とう。仏罰敵面。仏の怒りを恐れなさい。ちょっと待って、大久保さん。一気食らっちゃった。一個一気。飽きないを始めましょう。報告します。ご命令を。ちょっと厳しく、ちょっと変えそうだね。ちょっと変えそうだったね、大久保さん。武田さんさ、従属してくれるでしょ？してくれるね。従属させよう。これもさ、六角さんもさ、あ、六角さん交渉できないんだ。進前すりゃなんかさ、従属してくれそうだよね。はっ。では進めていきましょう。うん、従属してくれたね。せぬか。おお、盗むくれたらいいじゃん。報告します。いや、上も多分従属してくれるね、多分これ。
これより表情を始める。この策いかがでしょう。じゃあ対面を取っとこうか。対面とロミン。50-52。表情を終わります。あ、これ取ろうか。これで農業はマックスだね。ご命令を。で、兵糧をとりあえず買おう。取引を行いましょう。ありがとう。なんか変な建築に回されちゃったからさっきね。じゃあ、これを、交渉で、半年の話、従属してくれますよ。まだもうちょっとあるね。じゃあ、これでいいかな。報告します。先月の収支です。ご命令を。交渉。あ、従属してくれるね。いいね。は。そしたら、この辺を全部、こいつは多分、隣接してるんだよ、こいつは多分。隣接してるから、長尾かな、このこっちが、どっちかが隣接してるんだよね。確か。うん。確か、海経由で隣接してるはずなんですよ。どうで出てみるんだっけ。七尾だね。七尾だけは隣接してるんだね、多分。こっちは隣接してないはずなんで。うん。こことここをこっちの2個に持ってくれば、封鎖できるね、多分。封鎖しよう。これ、従属してくれれば。ちょっとね、頭を使ったね。それで、本願寺さん、倒しに行けるんじゃないのかな？うん。じゃあ。これが、発展。ここは、やって。はっ。はっ。まあ、この辺ちょっと、かしこまりました。はっ。この辺も絶対取られない安全な場所なんで。承知いたしました。強化しといても。ああ、怖い、危ない。取られそう。取られるかもしんない。取られるというか、壊されるね。可能性高いんで。はい、はじゃ、こんな感じで進めようか。で、来月、兵糧入るんで、兵糧入り3万ぐらいになるんで、そしたら、家康軍攻めに行きますね。よし、従属してくれた。立たれたみたい。ああ、三好家の、これ結構な弱体のイベントかな？
はい、ということでね、イベントはね、まあ、後継者の熱心よりね、まあ、あれですね、うん、断たれた未来と形ですね。で、やっと待ちに待った、先月の収支です。兵糧ですね。ご命令を。勢力的には今どんな感じなんだろうね。毎月、漁村で640入ってくるような感じで、今、国力2っていう感じですね。で、8ポイントってとこですね。では、交渉で、同盟延長しよう。かしこまりました。こっちとは、同盟延長できる。一応、同盟延長半年やっとこうか。かしこまりました。で、ここをちょっと、ここの二つをこっちにちょっと持ってこよう。天風命令で、この二つを、こことここが、自分が隣接してるんで、あれ？なるほど、ここだよね。うん。こんな感じで、多分、ここは多分隣接してないと思うんだよね。うん。ではね、進めて、これで行きます。この志、必ずや果たす。はい、これで、隣接したはずなんで、で、従属、これも従属してるよね、多分、朝倉さんもね。勢力に、はい、従属してる勢力で、全部取り囲み終わったので、いいんじゃないのかな？じゃあ、歩兵しよう。で、このぐらい。かしこまりました。で、このぐらい。はで、ここが多分、漁村があるはずなんですよね。開発。漁村あるね。まあ、いいか、こんな感じで。ここ、なんでこんなところに沈んでるの？いらないって。いらない、いらないよ、こんなの。どうもいらない。結構いらない。新設で漁村をね、ここに建てます。はっ！かしこまりました。で、ここは、商業か。商業だけど、馬の方がいいでしょ、ここ。馬が。倍率アップなんで。かしこまりました。で、ここは、宿場町建てとこうか。ああ、宿場町建てるんだったらあれか、ここに建てた方がいいか。撤去、これ撤去して。ここに宿場町建てよう。かしこまった。で、ここにじゃあ馬を建てといてあげようか。馬でいいね。かしこまりました。じゃ、こんな感じで。で、あとはもう、ここ、本願さんは別に、同盟自分が切れば、ここら辺がなんか、攻めようぜって結託してたら攻めてくれるんじゃないのかな。はい。それから自分は攻めてもいいですからね。じゃあ、先生に報告しましょう。松平さん。我が軍略、お見せしよう。手を貸しましょう。助立ちいたす。はい、では流しのですね、こっちっこですね、12,400持っていけばね勝てますね。その手前とかどう？大丈夫だね。13,000ぐらいいるってことだね。はい、わかりました。わざわざ長松さんが出てくることもないなぁ。ノブにさ、ノブは顎で使ってやらなきゃダメだね。これで、
1万3000持ってあげ、持って行かせて。で、行こうか。はい。ここで当たる。守り上げ上げ。じゃあもう少し持ってってあげよう。17,000。このぐらい？出てこない。15ぐらい？出てこない。やっぱ13,600とかこのぐらいじゃないと出てこないんだね。ずるいやつだな、こいつらは。まあ、ちょこちょこって入れ替えればいいかな。はい。ということでね。進めていきまーす。仏罰敵面。仏の怒りを恐れなさい。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。行くぞ。これ当たると負けるんで、こう。あ、こっちも弱いのか。行くぞ。こっちに出てこられそうな気がするんだよな。行くぞ。こうはどういう？完璧なルートだ。完璧な布陣です。完璧な布陣です。そしたら、あと何日だ？あと25日ね。じゃあ、一回します。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。さあ、ここで、タイミング使わないだろうね。表情を始める。タイミングと軍事取っとこうか。どっちにしようかな。国衆と農衛政権。本当は両方使いたいんだけど、さすがにそれはちょっと、ね、論議ポイント、あ、タイミングポイントは多分足りないんで、このさ、歩兵時攻撃力中学ってさ、これあれだよね、多分。国衆とか使ったりとか、そういう効果だよね、多分ね。国衆で行こうか。数は数的に多いね。数で。農兵精錬はこっちの方がいいんじゃないのかな、多分、今回は。この志、必ずや果たす。取引を行いましょう。半分ぐらい買っとこう。ありがとうございました。ああ、さっきあれだね、農業やってなかったね。農業ちゃんとやらなきゃね。12月忘れずにやろう。かしこまった。じゃあ進めていきます。お、いいじゃない。お城で当たってくれる？完璧。勝って即プロ。攻め、勝ち、奪う。それが信長の戦よ。200。あ、10日か。悔しいな。勝って即プロかと思ったんですけどね。おっと、また、動画に切れちゃった？ゲチよ。あのさ、切れる前にさ、ね、言ってよ。これじゃない、切れる前にさ、ね、同盟延長シーン。これあれじゃ、機長、お通夜の方あげないよ、うちの武将なんか。同盟です、普通の同盟。16、大丈夫ね。じゃ、こっちはさ、本願寺はさ、ちょっとさ、申し訳ないけどさ、ね、本願寺の同盟ってさ、うちらぐらいしかいないんでしょ？ああ、うちらと足利さんか、足利さんか。なんかもう一個、従属が来れば、ここを、その従属に上げてさ、
うん。ちょっと、ホガンさんとか、倒しに行きたいんだけどね。うん。じゃあ、もう一回に進めておきましょう。道路班向かっとこうか。取引を行いましょう。ありがとうございました。我が野望、何人たりとも。はい、ということで、流し物を取りましたね。B で、こっちが B。BB、大丈夫だね。じゃあ、こっち行こうか。出陣する。強度64か。いいね。じゃあ、進めていきます。ああ、6回通称結んでおきましょう。報告します。6回従属してくれないかな。終始です。従属してくれたらすごい楽なんだけど。ということでね、第7話ですね、この辺でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。